対オリックス8連勝を腕で表現する西武秋山、上と殿崎、撮影、鈴木雅人、より小さいアイフレーム SRC イコール、tus.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットニュース、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペース、イコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、アイフレームより大きい、より小さい西武 7-4 オリックス、8日、メットライフドーム西武が、1991年、平さん以来27年ぶりの開幕8連勝を決めた。1点を追う7回に打者一巡の猛攻。殿崎修太内野手、25、の逆転的自打を含む5長短打で6点を挙げ、一気にひっくり返した。振り切る DNA を引き継ぐ獅子打線の強さが際立った。振り切って繋いだ、1点を追う7回無四満塁。殿崎は内角に甘く入ったチェンジアップを逃がさず、叩いた。鋭いライナーで左前に運ぶ決勝の2点的自打。結果を恐れずに思い切っていこうと、初球の同じ球を自分のタイミングで振って空振りした。ことが安打につながったと思う、とうなずいた。5長短打を集め、この回一挙6得点。逆転劇の土台作りも、ダメ押し点も、全打球が力強かった。先頭山川は低めのカットボールを捉えての左前打。続く森は高めの変化球を弾き返す左翼線二塁打。秋山の敵地打は、二塁手のグラブを弾く低弾道で中前に抜けた。当てに行くスイングは一切なし。全員がバットを振り切った。受け継がれる DNA がある。代打で中義比を決めた栗山は言う。栗山秋山さんや清原さん、黄金期を誘う。得た先輩たちはみんな振り切っていた。振り切るという意識は身近なお手本から感じて、学び、教えられ、脈々と受け継がれてきていると思う。栗山は若手時代、清原らを育てた土井正弘打撃。コーチ、現中日打撃コーチ、から、当てるな、ビキレ、と叩き込まれてきた。その姿勢は、2年目の源田にも継承されている。去年一軍に上がったばかりの頃は、打撃ケージに入りたくなかった。みんなすごい打球で、自分の打球はひ弱で恥ずかしかった。そこから徹底的に振り込み、不動の遊撃手に定着。この日の7回に放った敵地二塁打は、捉えられる球を自分のスイング。腕捉えることに集中し、外寄り高めの直球を振り切った。ヒットのヘッドを効かせたからこそ、左翼、手の頭上を超える強い打球になった。これでチームは91年以来の開幕8連勝。辻監督は、頼もしい。みんなしっかり振れている。選手それぞれが自分のやるべきことを考え、それに、応える技術も上がってきている、と目を細めた。8連勝中、1イニングで5点以上奪ったのは4度目。勢いだけでは決してない。黄金期からの、振り切る DNA、がつながり、集中打を生み出している。佐竹実、実は、家を売りました。27年前の家が3800万円。その理由とは、アルファロメオのカルチャーに触れるを、ナインマガジン、なぜ夏に揺れる、長崎生姜シロップを飲むと、すごい、お尻が、驚き、59歳、薬味する大絶賛サプリ、6時起きでも余裕、スポンサードブルオの、絵描き歌、できた。より小さいアイフレーム SRC イコール、tus.ik.impactad.jp、サーバー。
サイトイコールオーダー、エリアイコール株01、AAMSZ イコール 120X120、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、H、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージン薄イコール、0、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索プロ野球西武との先シュータ山川秋山。